鈴になったショコラがお出迎えいたします。ショコラ、鈴自体は変わってないから分かりづらいよ。にゃにゃ、言われてみれば。じゃあ新しくなったショコラがお出迎えいたします。ショコラは本当愛すべき猫だね。本当愛してる。こんないい天気の日にはジュレを使ったクレープフルーツケーキはいかがですか？さっぱりしててとっても美味しいですよ。だったらアールグレーとグレープフルーツのセパレートティーね。私が味見してるんだから間違いないわ。ココナッツ、お客様のお会計をお願いしてもいいかしら？任せて、しぐれちゃん。昨日もあずきとお兄ちゃんに特訓してもらったからバッチリだよ。980円が1点と6000円が3点と。申し訳ございません、お客様、少々お待ちくださいませ。そんな混んでねえし問題ねえだろ。ナッツにはまだまだ場数踏ませなきゃなんねえしな。まあバカニャーも手の抜き方覚えたみてえだし、このままいけば私が楽できそうで何よりだな。フロアリーダーの次はパティシエールか。おめえはどこまで猫使いが荒いんだよ。私がめんどくせえって言ってもどうせ聞かねえんだろ。はぁ、飼い猫のつれえとこだよな。マジ猫腹だわ。まあ歌唱には多少なりとも借りがあるしな。ただしあんま期待しすぎんじゃねえぞ。私がいくらハイスペックだっつっても所詮は猫なんだからな。仕事だっつうなら何でもやるけど、できねえもんはできねえぞ。まあできる限りは頑張ってるよ。ただしちゃんと具合はつけろよ。研修期間はいらねえけど、ただ働きはごめんだからな。きっとね、言い方しやがって。だったら歌唱が泣いて頼むくらいのもの見せてやんよ。ケーキ作るの？なんか流れでそんなことになっちまったわ。ノーアル猫は爪を隠してたけど、ハイスペックっぷりを見せちまったから仕方ねえ。あー、すごい、お姉ちゃんのケーキ楽しみだな。じゃあ僕ももっとお仕事したい。頑張るのでよろしくお願いします。
り僕はダメな猫だ。まあ予想の範囲内ってか、予想通りすぎて面白くもねえわな。精神論でステータス上がったら苦労しねえよ。お姉ちゃん、どうしようこれ。まあ捨てるのももったいねえし、私はこれで作り直すわ。尻尾立てちゃうお姉ちゃん大好きだな。ツンデレって思ったらすごい可愛いお姉ちゃんだ。そんな安っぽいカテゴライズするんじゃねえ。私はもっと、ケーキ作りは早いから横で見学してるね。お姉ちゃん頑張って僕の分まで。うるせえな、そんな気張るもんじゃねえだろうな。できるぞ最近は。お姉ちゃんに褒められちゃった。
明しながら手際よくパパパーってやっちゃってすっごくかっこいい。ううん、すっごいかっこいいよ。僕惚れ直しちゃう。おめえはどこ見てんだよ。見学でもちゃんと集中しろ。集中。そうだよね。よし、僕集中するよ。集中。に褒めてもらって照れてるの？照れてねえよ。何適当なこと言ってんだ。その箇所が張り付いてるからちょっと熱いだけだし。珍しいね、お姉ちゃんが褒められて照れるなんて。普段なら当たり前だろ。私を誰だと思ってんだ？ん？とか言っちゃうくせに。緊張くらいするわ。いやまあ別にケーキ作りで緊張してるわけじゃねえけど。何にって、
ちげえし、乙女とかマジでちげえし。それならココナッツの方が歌唱にデレデレしてし、マジだし。そういう感じがやめてくださいますか。いや、ほんとマジで。僕のご主人様はシグレちゃんだけど、そのでもお兄ちゃんもご主人様みたいにも思ってるよ。ご主人様にメロメロにゃー。ご主人マジエロパティシエ、ほんと引っ掛けまくり。猫と見れば見境ないから困る。でもでもみんなご主人様の恋猫になったら楽しそうですにゃー。ふむ、他ならぬ姉上たちならば悪くないやん。はあ、ちょっとケーキ作らせたくらいで私を落とした気になってんじゃねえぞ。お兄ちゃんはそもそもショコラとバニラの恋人だし。それだそれ、妹たちの男寝取るほど飢えてねえし。猫パラ。ではご主人様、本当に好きなもの買っていいんですね。わーい、ご主人様のプレゼントだ。やったー。
私のご主人、粋な計らい。私は別に苦労してないけど。バニラ、準備 OK？ 完璧。お茶からポテチまで。これで何時間でも戦える。よーし、じゃあ行くよ。ショコラとネットショッピングデート、超ワクワク。じゃあまずは楽天市場からだね。ゴーゴー。もご主人の買い物履歴からのおすすめ、お店のものばっかり頼まない。もっとこうプライベーティーなすごいの楽しみにしてるのに。まあまあ、今日の本題は違うから。まずはどこから見る？宝石。でもショコラ、ビー玉と真珠の違いよく分かってないし。綺麗なら何でもいいんだよ。あとは愛が困ってればなおよし。ショコラはかわいそうなほどちょろい猫だね。でもそれもまたかわいいから何とも言えない。172万円。素敵、素敵だよショコラ。大トロがどのくらいあるかくぐろう。多分食べ放題。じゃあまずはキープだね。比較リストに入れよう。合格祝いとは言っても、散々追試を受けた上でのギリギリも良いところでしたけどね。まったく。バニラは鼻歌まじりに合格したのに、ショコラは全然でしたからね。せめて鈴猫らしいところを見せてくれれば。マグロごとき私が買ってあげたのですが。でもそうしたら、マグロ一匹が入る冷凍庫も買わなくてはなりませんね。兄様のお願いでしたらば、そちらも合わせて購入しても良いのですが。そうですね、あまり甘やかしすぎても良くないですし。それはそうとして、私が出てる間に小豆とココナッツが随分と兄様に懐いてるようですね。ショコラ、バニラだけでなく良い傾向です。うんうん。はあ、兄様も本当に猫殺し、いえ女殺しですね。そんな兄様が誇らしくもありますが、女として、いえ妹として心配にもなります。まあそのあたりを考えてないのも兄様の魅力ですので、ままならないものです。ちなみに言っておきますが、猫は火災性の生き物なので心配はありませんよ。もちろん嫉妬はしますが、人間とは違って独占欲というものはないようです。私も兄様ならば安心して猫たちをお嫁に出せるというものですし、小豆やココナッツが兄様を主人と慕うならば喜ばしいことですし、兄様が私が育てた娘たちにメロメロになるのは何とも言えない満足感がありますし、
また妹心をそそります。慕っている兄様をいじめたくなる罪な妹心をお許しください。私もそろそろおいとまいたしますね。いえいえ、兄様のお手伝いをさせていただけることが妹めの幸せにございますから。では外にタクシーを待たせてありますので。お兄ちゃん見て見て、新しい仕事できるようになったんだよ。